こんばんは、日常演舞です。本日は早くもやってきたスタバ秋の味覚とスタバの夏残り、新たなパインフラペチーノを飲めたのでそちらをレビューしていきますね。といってもちょっと今回時間がなくて動画撮ってる場合じゃなかったので写真になりますが、どうかあなたの参考になればいいなと思っています。それではどうぞ。9月のフラペチーノでひんやり、パインフラペチーノでさっぱりした後に、キーモカラメルフラペチーノで優しい甘さのともにキリッとくる苦味を感じて、最後はほうじ茶とクリームの優しく香ばしいモンブランで締めます。いかがでした？ひんやりとしたフラペチーノとサクサクとした生地が美味しい栗の甘さも広がるモンブラン、どちらも秋の味覚でしたね。今年の秋もスタバでいろいろ楽しませてもらえそうです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。